必ず飲み物ゆえ。この一戦こそ我らのヒノキ部隊だぞ。主に向かって何をするか。私にどうしろと？やっぱりあんた、私がくの一だって見抜いてたんだね。わからぬ。俺はお前に狙われる覚えはない。これを見て思い出さないか。もう一つ富士の紋章、俺が長篠の合戦で討ち取った氷室信成のものだ。そうさ、よく覚えてるじゃないか。くの一無常、その氷室信成は私の許嫁。あんたは私から全てを奪った男なのさ。私は今まであんたを殺すことだけを考えて生きてきた。今こそこの恨みを晴らすのさ。